はい、おはようございます。釣り旅土屋直人です。今回は和歌山県橋本市にある隠れ谷池に来てます。隠れ谷池はもともとヘラザオ、竹ザオの研究池で作られてて、今一般開放されているような池です。冬でも浮きがよく動くと人気で、だいたい冬から春にかけて人気の釣り場になってます。今回はこの隠れ谷池で春の提灯セット、まあ、玄関機の提灯セットとまた変わってくると思うんで、初心者向けの春の提灯セットの解説をしていきたいと思います。まあ、どんなヘラが釣れるのか、どれぐらい浮きが動くのか、結構楽しみなんですが、春といえばね、ちょっと気温が暖かくなってきてどっちつかずなんですよ。浮きが動くわけでもなく、全然動かへんわけでもなく、活性高いわけでもなく低いわけでもなくみたいな感じで、少しね難しい釣りになってきます。なんですが、その難しい釣りの中でも少しキーを押さえておけば、釣りやすいと思いますんで、皆さんぜひ見ていただいて、春の提灯セット堪能していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ釣り竿の方に行きました。今から今日は春の提灯セットということで、まあ、自分なりに初心者の人がやりやすいような感じのセッティングを考えて、やってみたんで、ぜひ参考にしてみてください。で、提灯するときの注意点とかも含めて説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は竿は8尺のサラサです。前後の動画で多分出てるかもしれないですけど、初めに一本手にするならどの竿がいいですかってよく質問があるんですけど、僕はサラサがおすすめです。硬くもなく柔らかくもなくっていう竿で、提灯から浅棚まで比較的いろんな範囲の釣りをできる竿になってます。ほんまに硬くもなく柔らかくもなくっていう竿なんで、どんな釣りでもカバーできるっていう竿になってます。最初の1本買うのはどれがいいですかって絶対僕はサラサをおすすめします。値段帯も結構リーズナブルなんで、ぜひ皆さん探してみてください。で、ここ7尺からなんで、今日は8尺で、やってます。浮きが、ネクストアプローチ G、忠助さんのネクストアプローチ G の、7番使ってます。で、食わせない状態でここで食わせつけて、ここの赤が出るようになってます。トップはね、ソリです。グラスです。 G って書いてるんでグラスです。なんでちょっと細めなんですよね。細めなんで、今ちょっとね、時期的にそこまで、活性が高い時期じゃないんでグラスなんですけど、もう少し3月4月ってなってきて暖かくなってきたら、魚の活性も湧いてきます。なんで魚の活性が上がってくると、無駄な動きができるだけ少ないように、 BC ムクトップとか少し太めのトップの方が使いやすいかなと思います。で、よくボディのサイズ何番基準なんですかって聞かれるんですけど、基本は暖かい時期で8尺やったの提灯やったらボディ8センチ、8センチだよな、8番使ってます。なんで 8.5 とか 8センチとかそんな感じです。なんで、竿の尺数イコール、浮きの番手みたいな感じでやってます。で、今日はちょっと活性が低いんで8尺やけど、まだ時期が早いんで7番使って、ちょっとワンサイズは暖かい時期よりも小さいかなっていう感じの基準の竿じゃない浮きを使ってます。で、こうやって浅棚用と提灯用何が違うかって、ちょっとトップ長いんですよ。なんでストローク生かして誘いかけたりしやすいっていうので、ストロークが長く作られてる浮きが多いです。はい、そして今日は針が上張りが、リフトの8号、下張りがコムの3号からスタートします。食わせ、僕はいつも冬でも春でも、セットってなったら、まず入るんがこのコムっていう針を使ってます。これが暖かくなると4号から入ったりもするんですけど、今日は、狭間の時期、春なんで3月から3月4月までは3号ぐらい基準にスタートしたいかなと思ってます。で、これが活性高くて針数が張ってないよとかって4号にしたりとか、動きが弱かったら2号にしたりとかっていう前後のコース使い分けて、やってます。基準は3号からスタートしてます。で、上張りがリフトの8号、ちょっと大きいですよね、普段より大きいんですけど、これぐらい大きい方がバラ毛の圧調整とかもしやすいんで、まず初心者の人が初めて提灯セットするとか、まだセット慣れてないよっていう方がセット釣りするんやったら、8号とか少しワンランク大きい針を使った方が餌の持たし加減とかも、やりやすいのかなと思います。餌が持たしやすいです、ワンサイズ大きくした方が。
なんで、まあ慣れてくるとね、ちょっと抜けやすいように7号とか6号とかしていったりもするんですけど、状況に合わせて。基本は少し大きめの針からスタートすると失敗が少ないのかなと思います。まあ懐もね、広いんで餌がしっかりつけやすいっていうような特徴の針です。で、今日は、道糸が奏での0.8号、ハリスが下のハリスが0.3号。で、上のハリスが8センチなんですけど、トルネード前の 0.6 号を使ってます。まあ、0.1 号太く上張りの方がしてるんで絡みにくいっていうのと、これフロロなんで、上張りと下張りの絡みを防止することができます。なんでフロロで材質が違う糸を使って絡み防止して、号数も違うんで絡みが余計防止されるってことで、 0.6 号の前、上8センチ、下50センチです。なんで上がリフトの8で8センチ。下が、コムの3号で50センチっていう感じのスタートになってます。じゃあ餌の方を作っていきます。最近ね、いろいろ粒線結構ね、どこの釣り場行っても多く入れた方が、入れてる人が評価が高いっていう、このもう最近の流行りなんですけど、やっぱ魚が上釣りやすいって傾向が強い、大型化してきて傾向が強いのかなっていうのと、やっぱ普通の餌よりもちょっと若干つけづらくはなるけど、その粒線入れた方が下に向かせれるかなっていうところで、最近粒線の量ちょっと増やしてますね。釣果が圧倒的にね、釣果表とかいろんなところ見てても粒線多めに入れてるブレンドで結構釣れてる人が多いんで、でまあ真似してみたらやっぱ下に向きやすいのかなっていう気の動きのイメージでした。なんでちょっと多めに作ってます。粒線100、採粒50。まあ、これはもうね、両方ペレットなので下に下に向かせたり、ちょっと就業効果を狙った意味合いがあります。でこれで水が150入れて、シャバシャバでちょっと放置します。はい、給水時間、これね、今こんな感じで、まあこんなんよう見てますよね、こういう映像って。これまあ水吸ってきたら、あのこの水気がだんだんなくなってくるんで、まあ今ちょっと今日はあったかいんで、3分4分5分近くあれば給水するのかなという感じです。まあ水に吸いにくいものを先にここの中に入れてあげるっていうことでやってます。なんでまあ例えばトロスイミーだったりだとか、なんやろ、セットガンだったりとか、そういう粗い布が入ったやつ、水を吸わしたいなっていうやつをさっき吸水させておくと、後々ケージ変化、後で水吸ってきて餌硬くなったわとか、そういうことが少なくなるんで、先に水を入れてあげると大きい粒が入ってたり、水吸いにくいものは先水入れて吸水させてあげるっていうのがケージ変化を防ぐ、使ってる途中に変化が少ないっていうことで、みんなこの水を先に吸水させていってます。で、食わせがね、今日力玉の台と一応小を、台と小両方さなぎ漬けのものを用意してます。まあ小と台をここに入れてやってます。はい。でまあ全然今のこのセット釣りとは関係ない話なんですけど、レジェンドで、今関東中京関西と、霊界をしてまして、まあ、結構好評いただいていろんな方来ていただいてます。なのでもう一歩霊界来にくい方も、参加できるように、霊界はちょっと敷居高いかなって思う方も来れるように、レジェンドのその各支部の中で何人かを選抜して、レッスンっていうほど堅苦しいもんじゃなくて、一緒に並んでわからないことあったらなんか聞いてくださいねみたいな感じの教室を、今年からやっていきたいと思います。なんでその、まあ、釣り料金だけで一緒に釣りしてわからないこと聞くみたいなスタイルで、結構気軽にあの初心者の方でも少しレベルアップできればいいのかなと思って、霊界よりもう一歩下げたところのイメージでその、選抜メンバーの人を、僕は選抜して、その方に一緒に釣りして教えてもらえるみたいな感じの、基本的なことをね教えてもらえるみたいな感じの、
ことを今考えてますというか募集してます。なんでもし興味ある方、関西、中京、関東、に住まれてる方で興味のある方は予約制なんで、今概要欄にこの辺に出てると思うんで、その QR をピッとして、LINE の QR 出てるんで、そこからお問い合わせしていただいて、誰か先生を、僕が用意しますんで教えてもらってください。本当に、ね、もうバリバリやってて10年ぐらいやってて、もうめちゃめちゃ釣りうまくて大会で勝ちたいねんとか、そういう目的じゃなくて、まあ、基本的にその道具、どういう道具で釣りしたらいいかとか、この時期この釣りしたことないんですけどやってみたいとか、そういう方をどんどん募集してますんで、まあ、一緒に楽しく釣りしましょうっていう感じなんで、ぜひ、皆さん、予約制なんで LINE の方からお問い合わせしていただいたらなと思います。よろしくお願いします。はい、とか言ってる間にこんな感じでね、給水しました。なんでここにちょっとね、やっぱね、バーってお開き押さえていってもいいんですけど、ちょっと餌付けがつきやすかったりもするんで、ここに若干粘りのある芯を作るような餌、まあ、手触りもね、団子タッチになって餌がつけやすくなります。なんでカルネバを1杯で、下に下に開く餌セット専用100、間違えた、細粒入れてます。そしてこの細かい粒子が入った横に広がるタイプの餌、なんで縦と横に開く餌と、ちょっとつけやすくしたり開きを抑えるためにカルネバ、今ね、粒1100、細粒50、水150、マッハ100、セット専用100、カルネバ100みたいな感じです。でこれを結構ね、粒が多く入ってるんで、もうこのまま使うと全然餌つけれないんですよ。なんでこうやってもう下から掘り起こして、結構もうこういう風にかき回してください。大胆に。そうするとね、麩が混ざり合ってちょっとつけやすくなるんで、こんな感じで、こんな感じですね。こんな感じで一回ほぐしてもらって、これをつけるみたいな感じです。やっぱカルネバ入ってるんで若干餌はつけやすいとは思います。粒線多いんでね、やっぱつけにくいのはつけにくいんですけど、カルネバ入れてちょっとつけやすくはしてます。なんでこれが今流行りの餌とつけやすさ、使いやすさっていうのを両立して、この時期セットするんやったらこんな感じかなと思って、ちょっと、カルネバを王道ブレンドに入れてみました。はい、でこれでもし使ってて、どうしてももうつけられへんわ、まだ慣れてないから無理やってなったら、こうやって、はい、パウダーベイトのスーパーセットとか、少し粘るタイプの餌をちょっとは刺していって、自分がつけれるような感じにしていってもらうのが一番いいのかなと思います。じゃあ餌売っていきましょうか。はい、じゃあ餌売っていきたいと思います。餌の大きさは500円玉ぐらいかな、ちょっと大きめ、提灯なんでちょっと大きめで、まあ針を最初からやろうか、ある程度形をくるくるっと作って、ある程度こうね、形を作ってもらって、これを針を餌の中心に入れます。針を餌の中心に入れてから、周りをくっくっと針に対して圧をかけて、しっかり餌を圧調整します。最初はしっかり持たせる、まずはね、どれぐらいつけたらどれぐらい餌が持つんかっていうのを確認していきます。もう、ね、いろんな釣りが流行ってて、その抜き系とかいろんな釣り流行ってるんですけど、最初からもう拭いちゃうんじゃなくて、こうやってしっかりまずは入れて状況を確かめていって、結果抜きやったとか、結果しっかり入れた方が釣れたとか、そういう風にしていくんで、最初はいきなり抜きやからってもう抜いちゃうんじゃなくて、まずは入れて抜きで当たらんかな、どうなんのかなっていうのを確かめながら釣っていってもらったらいいかなと思います。今しっかりね、ちょっと入れすぎましたね。何回か3回ぐらい砂水加減で上がってこなかったんで、今のはちょっとしっかり、もうちょっとしっかり入れなあかんのかなっていう感じです。
しっかり入れなあかんのかんちゃうな。しっかり入れすぎたんで、圧を、餌つける時のこの圧をもうちょっと弱くしていきます。で、1個ここでちょっとねポイントなんですけど、今ちょっと弱くしすぎて入れへんかったね。だからこういうのを、最初のこの何頭かで自分の今日の圧はこれぐらいやなっていうのを確認していきます。これは餌入りませんでした。だからこれで1個注意したいのが、その浮きをこう竿で引っ張らないこと。引っ張っちゃうとね、当たりがどうしても触りとかも出にくくなるんで、ちょっと水の水中に竿を持ったらつけて、浮きをちょっと追いかけ気味にしていってあげる、フリーにしてあげると、浮きの動きがちゃんと出ます。なんで引っ張りすぎない、浮きの動きを邪魔しない竿でっていうのが一つポイントです。はい。であんまね待たずに、もう今はねこれ圧調整の確認の段階なんで、あまり待たずに自分の圧、今日これぐらいの強さつけたらこれぐらい沈むんやなっていう、まあ、餌によっても違うし、その日の感覚によっても違うんで、そういうのをこうやって確かめていきます。やっぱこういう調整っていうのがもう後々かなり大事になってくるんで、確かめていってもらったらなと思います。こう沈没したらちょっと誘いかけてあげて、沈没したら誘いかけてあげて、これぐらいしっかり入れて釣っていた方がいいんかなっていうのを確かめながら、ちょっとね動きが静かすぎますよね。まだまあまああんまり餌売ってないんでやっていきます。で、今ちょっと何頭か3頭ぐらいしたんですけど、しっかりつけたら入りすぎちゃうんで、ちょっと手水で餌をかき混ぜます。手水入れると餌の開きが良くなるんで、ばらけが促進されます。なんで今の浮きの動き見て、もうちょっと手水入れた方がいいかなと思ったんで、圧、手水調整で、さあ、食わせ抜けた、食わせ抜けたけど、とりあえずの圧調整なんで確認していきましょう。うわ、抜けちゃった食わせ。ほら、さっきよりだいぶね、ちょっと目当たったかな、入るのが。今セットップ先端で抱え、だいぶゆっくりになりましたね。おお、触ってる。よし、でも手水的にはこれぐらいなのかなっていう感じですね。まあ、人によってもね、多分感覚変わってくるんで、その辺は自分の左腕と相談しながら、馴染みすぎたらちょっと手水入れて調整してあげる。なんかギターズも遅い。何や、何が起こってんやん、うん、今ね上でね多分止められてたから餌抜けちゃったんで、あんまりもう待たんときましょうか。おお、釣れちゃった。抜けて釣れましたね。釣れました。ちょっと変な釣れ方やった。とりあえずファーストフィッシュ、変な釣れ方でしたが、で、まあ、他の動画でも説明してるんですけど、こう糸張った状態で針外した方がトラブル少ないんで、糸張った竿を上げたまま針巣持ってもらって竿を置く、でこの右手で針を外すと、この中で針巣が絡みにくいです。まあ、とりあえず1匹目なんで
見てもらいましょう。頭でっかちやな。はい、ちょっと今のバラケが抜けてというか浮きがね、多分上で止められてて、バラケ抜かれちゃって、もう切ろうかなと思ったら釣れたんで、まあ、今のはあんまり参考にならないけど、よいしょ、とりあえずでもファーストフィッシュ釣れましたね。なんか変な釣れ方で。はい、こっからまだ釣り全然組み立っていってないんで、こっからそう、これぐらいしっかりまずは入れて様子見ていきます。まずはこれぐらい、誘いかけんと浮きが出てこないぐらいしっかり、めっちゃ入れてる感じですね。めっちゃ入れてる感じからまず試していって、どうなんかなっていう感じをやっていきます。しっかりなじまして当たるのかどうか。今のちょっと弱いね。あ、弱い。一回バラケ完全抜けた、一回だけ誘いかけて。これ誘いもね、結構レパートリーがあって、今近くにおるなって気配したらちょっと緩く2目盛りから3目盛りぐらい誘う感じの誘いかけてあげて、で例えば全然今近くにいないっすよっていう動きやったら、こう大きく誘ってあげるといい時があります。なんで誘いも結構、誘いの回数とその大きさ、大きくこうやって誘う、魚がいない状態、例えば近くに、例えば反応、ああ、わしまた反応あるよってなったら、ちょっとちっちゃく誘ったりっていう誘いの工夫も提灯はできるんで、試してもらったらいいかなと思います。ちょっと魚も浮きの下にちらほら1匹2匹見えてきました。おお、触ってるというか糸ずれやん。そう、しっかり入った状態。弱いかな。まだね、時期がそんなにあったかい時期じゃないんで、早い当たりが出ないかも。で、一回もう完全に動きが止まったら一回誘う。わあ、弱いな。触ってますね。近くにいますね。食ってくれ。はい。じゃあもうちょっとしばらくはしっかり入れて棚で当たるのかどうかを試していきたいと思います。いい当たりやった。お、綺麗なヘラ。ちょっと大きめちゃう。ちょっと大きいんちゃう。よいしょ、綺麗なヘラです。ちょっと待ってね。うれ、ほら、ダダン。結構肉厚系。ありがとう。なんでした。ありがとう。また来いよ。今の結構綺麗にシューッと入って抜けて、ちょっと動きが、触りが若干気配感じたんで、誘いをバラケ抜け方が2回ぐらいかけた時にピッて当たったみたいな感じでした。とりあえず今ね、その探りの段階で、セット釣りで大事なんで、まあ針とかもかなり大事になってくるんですけど、そのどれぐらい入れて
しっかり入れてから抜けて当たるのか、入れてる途中にばらけついてる時当たるのかとか、まあ二目盛り上馴染んですっと抜ける方が当たるのかとか、そういうのをばらけの圧をまずは調整していって、どれぐらい馴染ましていった方が当たりが出るのか、ずれるのかっていうのをまずは今から見ていきたいと思います。そこからね、例えば当たりがなかったらもうちょっと開きを抑えたりだとか、逆に開かしたりだとかっていうのを探っていって、ハリスとか針を詰めていってっていう風な展開でやっていくと失敗が少ないと思うんで、初めて提灯セット釣りする方はそういうのを、まずは圧調整を慣れてもらって、やってもらうと失敗が少ないのかなと思います。まあ、今回、紹介したタックル、結構やりやすいようにちょっと餌も考えて、最近流行りの餌やけどちょっとつけやすいような感じでちょっと考えて作ってみたんで、ぜひ皆さん使ってみてください。まあ基本が一番大事なんで、最初から例えばもうこの池は抜きやでって言われてても抜きからスタートするんじゃなくてとか、もう逆にバラケついてる時しか当たらんでっていう情報を聞いてバラケずっと入れたまま釣るんじゃなくて、自分でそうやって見つけていくことが面白さだと思うんで、ぜひ皆さんそういう釣りの方向性でやってもらうと失敗が少ないのかなと思うんで、やってみてください。まあもう暖かくなってきたんで、今から多分浮きも動き出すと思います。なんで次、後編で次セッティング詰めていきたいと思います。頑張っていっぱい釣りたいと思いますんで、ぜひ見てください。ありがとうございました。